サウスカロライナ級戦艦はアメリカ海軍の土級戦艦の艦級。本級は2隻が建造された。本級はドレッドノートよりも早く設計され、その設計思想は類似点が多かったが、本級の建造が遅れたためドレッドノートの収益後に竣航することになった。本級の設計に関しては、1902年にアメリカ海軍の公式議事録に 本級に関する議論が残されている。本級はゼロから設計を行った革命的なドレッドノートとは違い、全級のコネチカット級戦艦を継承発展させたものであった。すべてのアメリカ戦艦に共通する設計上の思想は本級にも明確に受け継がれている。それまでのアメリカ戦艦は、長大な航続距離を持つものの、燃料である石炭の貯蔵庫が、 船体設計に悪影響を与えていた。そのため本級では、高出力ではないが燃費に優れる三段膨張式、レプシロ蒸気機関が採用された。しかしそのために、最大速力は20ノットイン以下の低速に止まった。同様の手記は、ニューヨーク級戦艦の二隻及び、デラウェア、オクラホマに採用された。本級は当初武装として、連装8インチ砲に変えて、 単装12インチ砲を上部構造上に装備し、貧弱な7インチ副砲を撤去したが、12インチ砲は射撃の反動によるトラブルが多発したため、砲塔に収められる回収が行われた。サウスカロライナ級は、背負い式の砲塔を持つ世界初の戦艦となり、4機の砲塔を前後に傷つ、背負い式に置く。この砲塔配置は、以後の艦でも、また、 他国の艦でも多く採用された。この砲塔配置は先に完成した2番艦の名を取って、ミシガン配置と呼ばれている。すべての方を原則へ試行可能となり、原則部分の方を廃止することで、全球同様の重量で建造することができた。第一次世界大戦の間、両艦はその低速による行動制限のために全土急戦艦と作戦行動を共にした。 ワシントン海軍軍縮条約の結果二席とも廃棄された。ありがとうございます。